はい、はい、草むしりラジオのお時間ですね。今日も草むしりながらね、ちょっとおしゃべりしていきます。はい、目指せナックファイブということでね。そんなコンセプトだったっすね。そうですよ、ラジオ技術を向上させて、はい、ナックファイブのね、小石田 J チャンネルやりましょうよ。小石田 J チャンネルでいいんですね。このパッケージでいきましょう。やだな、これで結局グララジっていう、あの小石田さんがもう一個やってる番組のパッケージでナックファイブで始まったら悲しいですよ。でもそういうことってね、大人の世界ってありますか、ね、大人の世界あんだよな、ほんとな。小石田純一とね、アイドル鳥越で始まるんでしょ、だって超ナックファイブファミリーのアイドル鳥越。そう、パーマ対策やった方がいいよ、だってな。鳥越さんは。なるほど、夫婦で。じゃあまあ、我々は我々で目指していくってことなんですね。そうです、そうです。だから、はいはいはい、今日も今日とておしゃべりしていきたいと思います。夏ですね、しかし。そうです、今日はあれですね、8月20日ですか。もう夏の終わりです。はい。やっぱ夕方になると涼しくなってきますね、ちょっと。だからもう真夏のピークが去ったんですよね。あら、天気予報士がテレビで言ってた。それでは聞いてください。いやいや、曲紹介、曲とかもね、ラジオだったらね、かけたいですね。あ、いいですね、はい、ちょっと若者のすべて、はい、よっちゃん、ちょっとレコード室から持ってきたみたいな。急にね、その時のね、雰囲気空気でね、身内のスタッフさんをね、こうフランクに呼ぶ感じでやりたいですよね。いいですね、やっぱラジオで曲かけるっていうね。でも僕、ラジオ番組一応持ってるんで。あ、はい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 、それやってるからやっぱ偉いもんで、はい、最初の夏の終わりは、はい、やっぱフジファブリックをかけちゃいましたね。絶対かけちゃいもん、夏の終わり。あと森山直太朗のね、そうそう、夏の終わりとかをかけたいですよね。そうそうそう、夏の終わりはかけたい曲いっぱいありますね。いや、でもまあこれもラジオもね、小石田さんの、はい、方とね、素敵な女性アシスタントで始まっちゃうんだろうな。まず始まらないよ。あ、これはだから今のところまだそのどこにも届いてないラジオですから。そうですよね、さいたま市でやってんだからね、ナックファイブすぐ受信が甘いですね、ナックファイブ側の。今だからやってることはあれですよ、昔のお笑いキッズたちが中学生くらいにやってた、あのカセットテープにラジオ吹き込むと。そうそう、一緒一緒ですから、これをね、でも届いてほしいですからね。届かねえだろうな。でもいいですよね、ネットがね、そういうの普及したからね。そう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 、やりやすいですしね、それがちゃんと。昔はさ、もう自分たちで聞くしかなかったじゃないですか。ラジオをカセットテープで撮って。そうそう、今はね、もう聞いてもらえますからね、世界に発信できる時代だから。だってこれだってあげたらね、はい、3人から4人は見るでしょうか、ね、もっとあるよ。5000人くらい見てくれるんですよ。すげえ嬉しいですよね。じゃあほぼ見てないのかもしれないけど、すぐ切って最後まで見てくれると思えないから。どういう、その何ですか、どういう、はい、その衝動があって、はい、小石田さんのラジオを5秒聞いて誰かにお金が入るみたいなシステムがあるんですか。なんか上がってきちゃってさ、続きでなんか再生されちゃうみたいな。あ、だからそれで言うと、この前僕 YouTube を部屋でずっと流してたんですよ、うん、はいはい、で途中なんかスマホを見てて、はい、YouTube 見てない時間があったんですよ、はい、でなんか昨日よりみたいな歌、わかります？なんか結構、うん、YouTube の車の CM かなんかで結構流れる曲なんですよ、はい、で、あ、それが流れてんなと思ってて、はい、あ、CM がずっと流れてんなと思って、はい、パッて見たらその曲のフルバージョンがかかってて、ちゃんと YouTube で。その曲が流れてた、ね、そう、その曲の PV みたいなのが流れてて、あ、この曲ここまであるんだって。あ、初めて知るって。テレビで今おなじみの曲とかがほら、はい、流行らなくなったというか、まあ、全体全ての世代に伝わるっていうのもないですもんね。今だから TikTok から火ついたみたいな。はい、多いですよね、曲って。今小石田さん TikTok で一番流行ってる曲何ですか。じゃあ TikTok でなんか鹿みたいのあるでしょ。あ、鹿の子どこの子やります。え、俺もよく分かんない。鹿の子の子の子どうしたんか。よく分かんないよ。あれってわかんないですけど、はい、あの曲使って SNS とか載っけてもいいじゃないですか、はい、あの YouTube とか、うん、あれこいつなんか歌いながらずっと踊ってんのはダメなんですか。いや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 、俺がダメだよ。やだよそれ。もうそんなもん見たくねえって。恥ずかしい俺も。いや、若い文化
なんかおじさんのことばっかり言ってるじゃないですか、この YouTube もすごい。はいはい。なんかないんですか、最近。最近何が流行ってるんですか、他。若者でですか。うん、若者のすべてをね、若者のすべてをすぐ歌うようじゃもう若者じゃないんですよ。そうですね。あれをだって、ボーカル俺と同い年ぐらいでしたからね。ああ、志村さん。志村さん。いまだにあのクリスマスになると志村さんのね、あの若者のすべての YouTube 見ちゃったりしますからね、メインで。エモいですね。エモいって言うんですね。わからないですけど、それがエモいのかどうかわからない。なんか今流行ってるのあります？こう皆さんにね、若い方にというか。若い方で流行ってるの何？何？あれでしょう、どうせ。何？あれでしょう、どうせとか言うともうおじさんなんですよ、完全に。全然わかんない、流行ってるの。流行ってるのわからない、うん、あれだ。はい。なんかさ、写真撮るやつでさ、はいはい、なんとかリアルみたいなのありますよね。その時間になるとどこ行ってても写真撮ってあげなきゃいけないみたいな、はい、知ってる？Bリアルみたいな。何そのそのノルマ。だからちょっと大変らしいですよ。だからそのありのままを見せるみたいな。あ、逆にもう加工とかしないみたいな。なるほどなるほど、はい、反動ですね。でもね、この YouTube の集合とかもそうですけど、はい、ねえ、小石田さんが車を運転してる時間の空間とかもう見せられたもんじゃないですか、ね、見せられたもんじゃない。今日もね、車1回で運転不能に落ちるところでしたもんね。運転の仕方が分かんないみたいになってましたね、1回。疲れに疲れきっちゃってね、そっちはね、大変ですよ。いやいや、夏の思い出なんかあります？今年は。今年ね、やっぱやってないんですけど、はい、夏らしいフェスとかも行ってないけど、はいはい、僕サッカー好きなんですよ、はいはいはい、Jリーグ大宮アルディージャ、はい、でも大宮アルディージャの試合しかほぼほぼ見てないんですよ。あ、他のチームは見てないんですね。はい、生でなんか特に。あ、なるほどなるほどなるほど。で、友人に、はい、浦和レッズサポーターとか友人がいて、あ、まあ、近いですからね、はい、チケット余ってるから行かないって言われたんですよ。はい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 。でも大宮とね、浦和ってすごいライバルだって。ああ、なるほど。なんか行くのも気まずいかなと思ったんだけど、ちゃんとでもあれですよね、大宮アルディージャのユニフォームを着て行ったんです。いやいや、しかない。でも J1 のサッカー浦和レッズなんてね、はい、久しく見てないなって。うん、僕初めて J リーグ見たのは本当中学生の時に部活をサボって、はい、駒場競技場に浦和レッズと鹿島アントラーズの試合を見たのが、もうだから J リーグ発足当時。発足当時です、もう。あの数がね、あの風船の中から出てきた。そうあの時のやつですね。あれやりません、いずれあの小石田さんの YouTube とかがすごくこう好評になってイベントやった時に、小石田さんがあの風船の中から出てくる。あれはやる。俺が何かの MVP を取った暁に風船から赤いジャケットに登場。絶対でも風船太郎さんみたいになりますよ。確かに。アラビキダっぽくなっちゃう。ピッチリスーツみたいになっちゃって。でサッカー見に行ったんすよ。はいはい。久々埼玉スタジアム。うん。浦和美園駅行って。はいはいはい。で友達がちょっと仕事が押してて、うん、到着したけどちょっと早い、ちょっと試合まで時間って一人になっちゃって。はいはい。駅前の庄屋で待ち合わせしようっつって。はいはいはい。一人で飲んでたんすよ。はい。結構もうやっぱ試合前にいるお客さんとかサポーターの人とかいて、あ、いっぱい飲んでから行く人もいますね。あ、そうです。だからすごい混んでて、一人で一人で寂しくね、座敷で飲んでたんですよ。座敷で飲んでたんですか。座敷で、しかも座敷で飲んでたら突然、うん、庄屋が真っ暗になったんですよ。え、何っつって、はい、え、ハッピー、誰か誕生日みたいだ。あ、ハッピーサプライズと思いきや、そういう様子じゃなくて、はい、停電したんですよ。え、停電。座敷の店の中いたんで気づかなかったんですけど、うん、外雷雨だったんですよ。ああ、はいはいはい、雷落ちて停電、店が停電になって。ああ、なるほど。もう大変、もう電子マネーはもう使えません、現金でお願いしますみたいな。ああ、そんぐらいになってて、わ、やべえだこれと思って、で食い逃げしたんですね。食い逃げました。ちゃんとちょうど現金持って助かりましたけど。あ、よかった。今あんま現金持たなくないですか。いや、僕もだって財布にいくら入ってるか分かってないですもん。そう、ペイペイばっかで払ってるんで。確かに。ああ、よかったと思って、不幸中の幸いだわと思って、で結局も
その雷雨だから、うん、友達もなんか遅れてて、はいはいはい、もっと遅れてもう試合ギリギリになるっつって。そうかそうか。じゃあもうスタジアム前で待ち合わせしようっつって、うん、ナックファイブじゃないや、埼玉スタジアム行ったんですよ、はいはい、そしたらなんかおかしいなと思ったのが1個あって、うん、俺埼玉スタジアムに向かってるんですけど、うん、埼玉スタジアムから浦和美園駅に来る人の数の方がダントツ多いんですよ。おかしいですね。あれと思って、あれなんだこれと思って行ったら、もう雷雨で試合中止ですって、だって、今日は試合やりませんっつって、俺20年ぶりかの浦和レッズ見れなかったですやっぱ大宮のね神様に怒られたのかもしれない。行くんじゃねえ、行くんじゃねえっていう。でもあれですよね、はい、あの偵察に行ったんですよね。まあ、偵察っていうかもうカテゴリーが違いますからJ1 のチームなんで、うん、カテゴリーってだって別に向こうはサッカーでこっちはバスケじゃないでしょ別に。だってでもやっぱ J3 と J1 なんで、ね、はいはい、対戦することがもうほぼないんで、はい、なるほどなるほど。だからもう友達と浦和美園駅の前で缶ビールだけ一杯乾杯して帰りました、はい、謎のイベント、謎のイベントサッカー見れずっていう。サッカーはサッカーなんてほぼほぼ中止になることないんですよ。確かに雨降ってもやりますもんね。雨降ってもやる。やっぱ雷が相当やばかったんですよね。中止っていうのはここ最近久しぶりですか。じゃあなんか途中中断みたいなのありますよ。あ、雷で1時間ぐらい中断してやるみたいな。あ、中断はあるんですね。あります。あの小石田さんが裸であの乱入しちゃったりとかたまに海外のニュースであるけど。ありますよねでもまたその浦和と柏の試合で、はい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 、柏レース、またリベンジもしかしたら、ね、チャンスあったら見に行こうか。浦和のレッツ、僕逆に、はい、今度あれ行くんですよ、はい、エスコンフィールド北海道っていう。お、日チハム、はい、日本ハムの、はい、球場に行くんですよ。え、なんです、見に、はい、いつ。23日です。あ、もうすぐじゃないですか。はい、でチケットがなかったんですよ、はい、席がなくて。あ、じゃあ見れないじゃん。見れないなと思って見たら、はい、チケットはありますって出てて。どういうこと。なんか中入って、はい、席はないけど見ていいっていうところがあるらしくて。どういうこと。立ち見とかね。立ち見らしいですよ。だからね、僕その日朝からあの飛行機で北海道行って一泊して、はい、その次の日お祭りでネタやるってやつなんですけど、あの何でしょうね、もう北海でそれで帰ってくるんで北海道に野球見に行くだけなんですよね、もう完全に。はいはいはい、うん、で席ないっていうからもう俺ネタの大荷物持って確かに北海道のエスコンで野球見るの嫌だなと思ってきて。確かに今めちゃくちゃだからあのリセールってやつで席下がってるんですよ。やっぱ夏だしね、席埋まっちゃうと思うんですね、夏休み。でこの前その席じゃないですけど、はい、電車乗ってて、はいはいはい、あのねなんかねいたたまれなくなったんですけど、前っていうかあれか、その僕は立ってたんですよ、はい、で席がギリ空いてないくらいの状態で、はい、なんかね若いカップルが、はい、優先席座ってて。優先席、はい、うん、でまあまあまあ別にまあ座るかくらいだったんですけど、はい、なんかめっちゃ喧嘩し始めたんですよ。ああ、はい、でなんかねもう見た目もちょっとこのメンヘラっぽい女の子と、まあ大変ですね、ちょっとホスト風の男の子だったんですよね、はいはい、いや多分20歳くらいだと思うんですけど、はい、そしたらなんかちょっともう喧嘩がエスカレートしちゃって、はい、男の子が女の子を殴っちゃったりとか。怖い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 。俺なんかグーとかじゃないんですけど、はいはい、ちょっとその叩くみたいな、ツッコミのパチンでもないくらいのもう大きさで叩き始めちゃって、なんだよみたいな始めちゃって。本当喧嘩だ、何もみたいなヒステリック起こしちゃってて、はいはい、女子がね。でもやっぱ東京なんで、はい、みんなやっぱり見て見ぬふりをするんですよ、はいはい、確かにあんま関わりたくないから、ね、でそしたらね僕と同世代の30代くらいのサラリーマンの人が、はい、ちょっと止めに入って、はい、あら素晴らしい、うん、ダメですよ本当にマジで。あ、そう、警察呼ぶことになりますよくらいのことをちょっと理路整然と言ってるんですよ、はいはい、でそしたら男がなんだよなんだよって言ったんですよ、はいはい、そしたらさっきまで殴られた女の子がそのサラリーマンに対して、はい、え、なんなんですか本当、え、なんすかマジで、え、味方しないのと思って、やばい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 、ピンチ、男ピンチじゃん。そのめちゃくちゃはしご外されてて、かわいそう。どうだったの、え、何、気持ち悪い、何この
悪いなみたいな、よくない、やだや、気持ち悪い、何この人、えみたいな流れちゃって、でもう周りも触れなくてよかったって流れてて、でもよくないな、でも男の人もあーまあならいいんすけど、まあまあ確かにちょっとでも助けてあげたのに、え気持ち悪くないみたいな、なんか2人また始めちゃって仲良くなった、それで、それでそれで、でもまた、はい、いいよもうな、もう帰るよ俺もうみたいな、また喧嘩始めて、あでももうそうなると誰も触れないんですよ、確かにそれ1回見てるかね、みんなで、そこで僕はもう降りなきゃいけないタイミングだったんですけど、はい、ちょっとかわいそすぎて、その、はい、そのサラリーマンの方が、はいはいはい、そしたらなんか降りてく寸前にもう行ってたまれなくなっちゃって、はい、その方にあのお兄さん悪くないからお兄さん正しいからって言ったら、はいはい、そのお兄さん多分根っからのそういうナイスガイなんでしょうね、はい、あ、 ありがとうございますとかじゃなくて、お兄さん悪くないから、お兄さん何も悪くないよって言ったら、はい、その人サンキューって言ったんですよかっこいいなんかこの人ナイスガイだなと思って憎めないなと思って、あいいですね、うん、サンキューってあいつ嫌いだと思った俺、あのだっけだよ、さっきのカップル、カップルね、カップルよく、それよくだ、なんか喧嘩してて止めたらさ、止めた人に対してうわ気持ち悪いみたいな、女子がよくない、何助けてあげたの、何お前電車の中の喧嘩前儀に使ってんだよと思って、だよやらしい、腹立ちましたね、イチャイチャしてるってことで、それね、多分、いやでもあいつら二人めっちゃ殴ってたから、さすがに俺も止めなきゃなくらいに思ってたんですけど、やっぱでも暴力振るう人、いやいるんだね、怖い、しかも公共の場ででしょ、そうで、それでなんか仲介入った人そんな言うって、何だ、変な、何だ、え、何なんですか、気持ち悪い、気持ち悪いって言うなよと思って気持ち悪いはひどいですよね、ひどいよね、まあ民度が民度が、ね、電車とかってね人間性出ますよね、出る出る、あの席の取り方とか、取り方とかね、入り方、入り方ね、待ってくれよっていう、我先に入ろうとする人いますよね、いる、あれよく入る、正していきましょう、あれなんか僕がね、その状況というか、専門学校に行った時に、多分北海道から上京してきたやつがいて、はい、でそれで北海道もしかもそんなにその真ん中じゃない土地だし、はい、ちょっとやんちゃだったしみたいな、だから高校出たばっかりで東京来たやつがいたんですけど、はい、そいつ毎日京王線で帰るんですけど、はい、京王線のみんなが乗ろうとして並んでる列あるじゃないですか、はいはい、あれ無視して一番で乗ったんですよ、ルール知らずに、ええ、さすがにこれダメなんじゃないって空気でわかるじゃないですか、はいはいはい、だけどあの並んでるこう2列とか並んでるじゃないですか、で扉開いたらスッて入るんですよ、どういうこと、スッて一番で入るんですよ、並んでなくてもダメだよこれ一番ね、そういうのがきついかも並び方は俺すごい思う、でしばらくしたらそいつやらなくなってて、どうした、昔あれマジであれダメだったよって話したら、はい、俺もあれすげえとんでもない温度で一回怒られたって言ってて、ああやっぱそれは知り合いに怒られたんですか、いや多分それはね知らない人に怒られた、怖っ、知らない人に怒られると怖いっすよね、怖いよ、怒られたくないよ、でもとんでもないのいるもんね、マジで、ね、いるいるいる、電車とかはね、でも今の時代すごいですよね、あれのとんでもないやつって今度動画にさらされたりしますね、そうよく上がりますよね、上がるね、俺一回で電車乗っててびっくりしたのは、うん、電車で修行してる人がいたんですよ、え、どういうこと、まず電車俺座っててなんかいるなと思った見たらこう釣りは、うん、それでこう懸垂みたいな鍛えてんの、してまずするんですよ、うん、うわあなんだこいつって思って、はい、でドアで駅止まるじゃないですか、うん、ドア開くじゃないですか、じゃあドアの方に行くんですよ、はい、じゃあこうこうやってドア手を出して、はい、ドアが閉まるギリギリスッて抜くっていう反射神経の特訓してそしてまた釣り輪とかでこうやって、え一人でさ、はい、東京フレンドパークやってるで駅着くのこうスッてやって何
ういうこと東京フレンドパークみたいなことやってる。アトラクションじゃん。アトラクション感覚よくないよ。あれあれやってなかった、はい、あの何々さん西武線にお乗りだそうですが、そっちかみたいなやってないです。西武線の各駅停車の駅5つお答えください。スタートピピッリーダーはいなかった。リーダーいなかった。フラッキーためがいさんもいなかった。ウォールしてない。あそうそう、登るね、あの登る上でクリアってやつをね、はい、あれって2段階でいくんですよね。そうですね、コツはだから三角跳びみたいな感じで。そうそう、いや、いるよ電車とかは。いるね。大変よ。でも電車乗る機会多いでしょ。まあ多いっすね。あの僕はほらあのローカル線とかも乗り行ったりするんですよ、はい、でローカル線って難しいのが、はい、あの僕はしないんですけど、はい、要は旅情を楽しみたいから、はい、駅弁とかお弁当とかお酒とかを買って乗り込む人っているわけですよ、はいはい、そうそうです。新幹線とかだったら分かるんですよ、はいはい、小石田さんとかも多分新幹線でお酒飲んだりとかありますあります、お弁当食べたりって多分経験あるじゃないですか。ありますでもローカル線ってやっていいのかどうか分かりづらいところじゃないですか、はい、グレーですね。グレーなんですよ。でもいわゆるボックスシートみたいな、はいはいはい、分かります、はい、あれだと別に全然いいじゃないですか、はい、あれはボックスしたらセーフな感じはありますね。お酒飲んでもいいじゃないですか、はい、でお弁当とかも別にいいんですけど、ただあのそれをおそらくやりたかったであろう、はいはいはい、おじさんの旅行者がロングシートだったんですよ。いわゆる普通の通勤電車、はい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 、都会とかの、はいはいはい、同じやつの車両でローカルなのにそれになっちゃったっていうのが意外とあるんですよ。はいはいはい、仕様がその車両によって違うんで。なるほど。でそれでああこのタイプのシートかって思うならいいんですけど、はい、それでも宴会始める人がたまにいるんですよ。買っちゃったからね。買っちゃったし気持ちはね、そう開けちゃったから。あだから気まずいよな。あのロングシートのちょっとぷっくりしてるところに、はいはい、缶のハイボールギリで乗っけてる人とかいて危ない、ね、大丈夫かと思ったらやっぱりこぼしたりするんです。いやこぼしますよね。あローカル線ってしかも東京の電車より全然揺れるんだやっぱり。あそうなんですね。違うね。そう電車とか結構あれたまに新幹線とか乗せてもらったりとかあるじゃないですか。はい、な何買います？そのベタというか好きなラインナップ買うの？なんか買って乗り込みます？それとももう私は寝るだけ、私はもうずっとスマホをいじるだけ。いやもう買わなくなりましたね。あでも僕なんだろうな。これって難しいのが、はい、例えば仕事の大きさと、はいはい、行きか帰りによって全然テンション違う。そうそう帰りはねお酒飲みたかった、うん、で例えば、営業、はいね、どっかお祭りのステージで、小石田純一ピン、はいはいはい、でギャラよしギャラよいいやつね、はい、で終わったのが、はい、新幹線乗れたのが、はい、18時。おお、はい、いい時間で大宮着が20時。ああいい2時間、はいはい、さてどうします。で眠くない、さあ何買います。あ僕とりあえずハイボールでハイボール買います。さあおつまみですよ。おつまみ、お腹もちょっと空いてるかな、ご飯でもいいかな。これ人によって全然違いますよね。僕でもあれですね、あれ買います、ハイボールだったら、はい、チップスター、はい、あれ、はい、僕ほら、まあ、鉄道タクじゃないですか、チップスターあるじゃないですか、はい、あれ売ってない売店一つもないんですよ。そうですよね、あれ絶対置いてありますよね、どこでも買えますもん。あれ何がいいって、はい、あの後ゴミ箱とかにできるんですよね。あ、そうそう、入れ物がね。そういいんですよ。あの帰りって、はい、帰りの新幹線って、はい、信じられないくらい財布緩くなっちゃうんですよね、俺ね。そうだ。俺一回ね、なんだろうな、九州かなんかの仕事があって、うん、日郎さん、一郎のもの、日郎さんと一緒で、はいはいはい、なんか飛行機の関係で、はい、普
通ならそのまま直、多分ね福岡とかそっちの方だったと思うんだけど、はい、直で行くじゃないですか、うん、一回神戸空港を経由して行ったことあるんですよ。ああ、なんか都合で、都合で、はいはいはい、で、帰りかな、うん、ちょっと実感あるじゃないですか、うん、神戸空港で結構お酒飲んじゃった。はいはいはい、結構元気になっちゃって、はい、神戸から羽田までの時に、はい、会話の声がさ、はい、酔っ払うとちょっと大きくなるじゃん。あ、なりますね、うん、大きくなるからさ、CA さんにさ、はい、大丈夫ですかって何度もさ注意っていうか、はいはいはい、多分静かにしてくださいって言ったんですけど、大丈夫ですかって、はい、静かにしてくださいっていうのはちょっとあまりにもじゃないと言っちゃいけないマナーだったけど、そうそうそう、だけど、はい、でもえ、僕よくわかんないじゃないですか、はい、大丈夫です大丈夫ですって、はい、でも大丈夫だったんですよ。なぜかっていうと、はい、あまりにも飲みすぎて、はい、離陸する前に、はい、僕と日露さん爆睡してた。ちょっと乗った直後だけちょっとうるさかっただけ、はいはい、あとはすごい静かでした。まあまあお二人がすぐ寝るのは知ってますから多分寝たんだろうなと思って、寝ましたね、うん、だけど寝て何も気づいたらもう羽田にお静かにしてくださいって言ったらびっくりした。僕はてっきりあの飛行機の中であの座席倒したまま一回も起きなかったのかと思って。やめろそんなこと言ったら悲しいです。悲しいです、はい、はい、悲しいです。そういう行為はマナーは大事です。よくないです、よくないです。だからお酒は気をつけないといけないです。ちょっとお酒はそうですね。でも飛行機、はい、よく寝れますね。お、寝れますよ。僕飛行機ってほぼ寝たことなくて。なんでですか。怖いんですよ。僕も前最初の頃は飛行機めっちゃ怖かったですけど、もう慣れましたね。いや僕も慣れてはきたんですけど、それでもやっぱ怖いんですよね。怖いと起きてるんですか。怖いから寝れないんですよ。でも寝れればね、結局怖いからずっと目つぶってるんですよ、はい、あの離陸まで。ああ、見れない人、はい、でそれで、はい、しばらくして離陸してるけどずっと怖くて目つぶってるうちに気絶するように寝てる時あります。あいや、よく寝るね、あれ怖いんですよね。怖かった。俺だって生まれて初めて、はい、飛行機大学生ぐらいの時に乗ったんですかね、はいはい、こう滑走路までさ動くじゃん飛行機、うん、車タイヤでぐるぐるね、ぐるぐる、うん、俺このまま道路に出てこのまま走って行ってほしいって思うぐらい飛び立ってほしくなかったもん。こっち亀にそんなエピソードあったんですけど、あ、そうだ。いや本気でそう思うぐらい怖かった。あれすげえ、これいつになったらってぐらいぐるぐるしますよ、ね、たまにさ、あ、そう、すごい遠いとこで降ろされてさ、はいはい、空港の本部までバスとかで一回行くみたいなのがありますよね。そのバスだけ酔いでかかったりする。そうそうそう、だ途中ゴムみたいなのついてる、ね、そうそうそう、あの 2両のね、はいはい、バスがねあったりします。で僕は一回大阪東京便乗せてもらったことがあって、はい、で Wi-Fi が機内ついてるってなってて、はいはいはい、でそれで Wi-Fi 繋ごうと思って、はい、Wi-Fi 繋いだんですけど繋ぎ方全然わかんなくて、はい、これどうやって繋ぐのと思って、はいはい、わかんないし、でもCA さん呼ぶのも違うなと思って、はいはい、え、あれこうかな、あ、違う、パスワードこれか、あ、これか、これじゃないかって言ってるうちに着いたんですよ。1時間くらいだから、あ、早く、あ、着いた、もういいやと思って。すごい、いや、そんなこともありますよね。ありますね、はい、というわけであと1分になりましたけども、そうですね、うん、そうですね、なんか告知ありますか。 YouTube 見続けてください。お願いします。私も見てください。なんかありますか、告知、大丈夫ですか。オタトラベルチャンネル、はい、YouTube 見てください。1万人超えたんですよね。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。変わりますか、なんか1万人超えると。何一つ変わらないです。そう、なんかするんですか。そうですね、うなぎでも食べ行こうかなと思ってます。いいですね、出た。1万人超えは立派なもんですよ、はい、小島さんもじゃあ1万人超えたらなんかどうします。うなぎ食べてます。いや、1万人超えたらうなぎっしょ。超えたいですね、今年中で。いけるんじゃないですか。あと何人ですか。あと700人とか。じゃあ皆さん登録してください。ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、今月といいますか、今回の、はい、第3回、3回ですかね、4回か分かんないですけど、そのぐらいです。はい、YouTube チャンネルでした。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
それで高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。トレンディー。